J リー実況ウィニングイレブン。こんにちは、ジョン・カビラです。今日はなんとなく怪しい雲行きです。さあ、清水エスパルス対ガンバ大阪始まりました。前半戦キックオフ。エスパルスは 4-4-2 のフォーメーションです。ガンバは 3-5-2 のフォーメーションです。スルーパス、エスパルスつなげたい。ガンバボールキープ、スライディング、スルーパス、前方へロングパス、トラップ、ドリブル、シュート、エスパルス先制。さあ、もう一度見てみましょう。ドリブル、ロングシュート、追加点が欲しい。スライディング、残り時間1分を切った。インターセプト、倒れました。おー、ホイッスル、ドリブル、ミドルシュート、パンチング、惜しい。ゴールキック、蹴るのは安藤、追加点が欲しい。ミドルシュート、パンチング、ガンバ同点。さあ、もう一度見てみましょう。ガンバボールキープ、スライディング、ドリブル、一人で行った。キーパーとの1対1、激しい奪い合い。ホイッスルです。前半終了。得点は後半戦キックオフ。ガンバボールキープ、ミドルシュート、パンチング、右へロングパス、シュート、パンチング、クリア、懸命のディフェンスです。スライディング、前方へロングパス、倒れました。ノーホイッスル、
ドリブル。エスパルス、つなげたい。あっと、ファールがありました。ジアス、ファール。橋本、起き上がれません。これは痛そう。ガンバ、フリーキックです。蹴るのはアレイニコ。残り時間1分を切った。ミドルシュート、取りました。インターセプト。エスパルス、ボールキープ。短いパスでつないでいる。ロングシュート、止めた。ドリブル、ミドルシュート、パンチング。もう一度、ドリブル、よくつないでいる。いい動きだ。これは無理。ガンバ、ボールキープ。ロスタイムに入った。前方へロングパス。残り時間とわずか。ミドルシュート、パンチング、決めた。これはごっちゃんゴールですね。さあ、もう一度見てみましょう。エスパルス勝利です。実況はジョン・カビラでした。さようなら。